皆さんこんにちは、ハロハロネクストです。はい、ついに新企画が始まりました。この動画は儲かる儲からないフィリピン系 YouTuber 収入ランキングの2022年1月版となります。フィリピン好きな視聴者の皆さんならお気づきの方も多いと思いますが、ここ1年ぐらいでフィリピン系の YouTuber さんがとても増えまして、以前やっていた企画ではチャンネルに勢いのあるイケイケなフィリピン系 YouTuber さんを毎回ご紹介するというシリーズをやっていました。そして今回の新企画ではフィリピン系 YouTuber さんの収入に着目しまして、フィリピン系 YouTuber はどの程度儲かっているのかというのをランキング結果とともに皆さんと見ていきたいと思います。このランキングを行うのにあたってリーグ分けをすることにしました。名付けてフィリピンリーグ P リーグです。この企画では3つの P リーグが存在します。 P1 はトップカテゴリーでチャンネル登録者数が1万人以上のフィリピン系 YouTuber さんが収入を競います。次の P2 はチャンネル登録者数が3000人以上、1万人未満のフィリピン系 YouTuber さんが収入を競います。そして最後の P3 はチャンネル登録者数が3000人未満のフィリピン系 YouTuber さんが収入を競います。今回なるべく網羅的にあらゆるフィリピン系 YouTuber さんのデータを収集していますが、ランキングから漏れているチャンネルなどありましたらコメント欄などで教えていただけると幸いです。次回のランキングに追加させていただきたいと思います。なお、各 YouTube チャンネルの収入データは以前のシリーズと同様、ソーシャルブレードの直近1ヶ月分のデータを使用しています。ランキング表示についてはこちらも前回同様にフローリッシュを使って表示しています。ただしここで注意点があります。 YouTuber が収入を得る手段はいろいろあります。最もよく知られているのは動画やライブ視聴時に表示される広告の再生によるものと、ライブでのスーパーチャットなどがあります。またこれ以外にもチャンネルのメンバーシップによる収入だったり、グッズ販売などによる収入などもあります。このランキングでは多くの YouTuber の収入のメインともいえる広告の視聴による収入にフォーカスを当ててランキング表示しています。なお、広告の単価はその動画の内容によって異なりますし、広告単価が高くなる時期など様々な不確定要因がありますので、このランキングではソーシャルブレードにて情報収集が可能な想定最大収入の中央値のデータを使用しています。理由はこの中央値のデータが多くの YouTuber の収入に最も近いと言われているからです。もちろん先ほどお話ししたような不確定要因もいろいろありますので、このランキングの情報はあくまでも目安として楽しんでいただければと思います。それでは早速 P3 リーグのランキングから見ていきましょう。P3 リーグは合計19のチャンネルが参加しています。ちなみにチャンネル名の右側にカッコで書いてある数字がチャンネルの登録者数です。どうでしょうか、皆さんが見ているチャンネルは出てきていますでしょうか。見ていただくと分かりますが、 P3 リーグでは毎月5000円以下の収入の YouTuber さんが多いことが分かると思います。そろそろ上位ランクのチャンネルが出てきました。第5位はマイケル・ショーマさんのチャンネルですね。そして第4位はフィリピンバブチンチャンネルさんです。先日バブチンさんのライブにお邪魔してコメントさせていただいたんですが、
丁寧なリアクションをいただきまして、とても良い方だなぁと感じました。そして第3位はフィリピンラボさんですね。第3位でようやく1万円を超えてきました。そして第2位は伊藤フィリピンファミリーさんです。そして皆さん予想されていた通りかもしれませんが、 P3 リーグの第1位はイッサムルームチャンネルさんでした。1月は1万5000円程度の収入ということになりますが、先日のイケイケ YouTuber ランキングでイッサさんが説明されていたように、まだ収益化の処理が完了していないそうですので、もし収益化されていれば1万5000円くらいだったということになります。はい、そしてここからは P2 リーグのランキングを見ていきたいと思います。下位ランクのチャンネルは P3 リーグの収入とあまり変わらず、毎月5000円以下の YouTuber さんのチャンネルが多いように思います。そしてランキング9位のセブライフのともさんから収入1万円を超えてきました。そして第6位カルボダイバーさん、第5位アジアジャングル開発部さん、第4位ヤマト TV さんと徐々に2万円に近づいてきました。第3位はアジアントラッカーさんです。ここからようやく2万円を超えてきました。第2位はキミチャンネルさんで2万5000円でした。そして P2 リーグの第1位はフィーリンググッドさんで3万8500円という結果となりました。フィリピン系 YouTuber の中堅クラスともいえる P2 リーグの皆さんのランキング結果を見て、視聴者の皆さんはどう感じられたでしょうか。思ったより全然儲かってないなぁなんて感じられた方も多いかもしれませんね。そしてここからはいよいよトップカテゴリーとなる P1 リーグのランキング結果を見ていきたいと思います。チャンネル登録者数1万人以上のチャンネルということで、視聴者の皆さんにはかなり興味のあるランキングではないでしょうか。皆さんがよく見ているフィリピン系 YouTuber さんも出てきているのではないでしょうか。興味深いなと思うのは、チャンネル登録者数が多くても視聴回数があまり伸びていなくて、収入が思ったよりも少ないチャンネルが結構あるなという印象です。そしてフィリピンでとても有名な三階フミヤさんのチャンネルは232万人のチャンネル登録者がいますが、毎月の収入はかなり少ないんだなと思いました。そして P1 リーグ第4位はフィリピン夜のラジオさんで9万円を超えてきました。そして皆さんよくご存知の第3位のビクピーチャンネルさんは10万円を超えてきました。そして第2位は123ジャパンさんです。この方もとても有名なフィリピン系 YouTuber さんですね。18万4000円ということで、ここまで来るとそこそこの収入だなという感じでしょうか。そして第1位はある意味皆さんの予想通りだったでしょうか。リオチャンネルさんでした。収入は19万円ということで、第11位のフィリピーナの奥様のチャンネルと合計すると24万円近い収入ということがわかります。このくらいの収入があれば YouTube の収入だけでフィリピンでも快適に暮らすことができそうです。皆さん新企画はいかがだったでしょうか。皆さんのお気に入りのフィリピン系 YouTuber さんの収入は予想通りでしたか。予想よりずっと少なかったですか。このランキング結果を見ていただいてお分かりになったかと思いますが、 YouTuber として収入を得るのは予想以上に大変なことで、ほんの一握りの YouTuber だけがそこそこの収入を得ることができるというのが現実なんです。もちろん収入は関係なく、趣味で楽しくやられているフィリピン系 YouTuber さんも多いと思いますので、長く続けるコツは
楽しみながら動画公開を続けていくということなのかもしれませんね。もしこれから YouTuber としてやってみたいなと思われている視聴者さんがいましたら、少しでも参考にしていただければ幸いです。来月の収入ランキングもお楽しみ。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。